いつもプラモの時間をご覧いただきありがとうございます。今から20年ほど前でしょうか、ガソリンスタンドで働いていた頃、印刷会社の社長が渋く乗っていらっしゃった初代セルシオ、よく洗車し、よくワックスをかけさせてもらった記憶があります。日本の高級車の頂点を極めた初代セルシオ、今自分が乗るならこう乗るといった仕様で今回は製作していきたいと思います。トヨタセルシオとは、1989年10月にデビューし、21世紀を目指したトヨタのフラッグシップカーがセルシオです。そのスタイルは威厳と風格を持ち、さらに空力抵抗係数も 0.29 というスポーツカー並みの優れた数値を得ています。これは風洞実験から生まれたフラッシュサーフェス処理されたボディフォルムに加え、エンジンカバーの装着やサブマフラーに取り付けられたフェアリングなど、床下までも空力処理されたことで得られているものです。搭載されるエンジンは260馬力を発揮する排気量 3968cc の V8DOHC で、アルミ製として軽量化を達成し、工作精度を上げて各部の振動を抑え、高出力ながら燃費にも優れた高効率エンジンです。さらに滑らかな変速が可能な電子制御4段オートマチックトランスミッションをはじめ、至る所に騒音や振動を徹底的に抑えた処理が施され、高級車にふさわしい乗り心地を生み出しています。当時のトヨタは4輪ダブルウィッシュボーンのサスペンションもセルシオのために新設計、上級グレードには車速、路面状況、車体姿勢などの様々なデータをもとに、電子制御されたエアサスペンションも用意されるとともに、滑りやすい路面での後輪の空転を防ぐトラクションコントロールやアンチロックブレーキも装備されています。そしてこれらのサスペンションや走行性能はセルシオ開発のために作られたといわれる1周10キロにも及ぶ北海道のテストコースをはじめ、ドイツのアウトバーンやアメリカなどの長時間のテスト走行によってチェックをされたのです。また室内も高級セダンにふさわしく、前後ともにゆったりくつろげる空間を生み出すとともに、きめ細かな調整が可能な空調システムや高音質を誇るオーディオシステムなどが用意されています。ラテン語で最高、市場を表す名前にふさわしく、トヨタの持てる技術のすべてを注いで、6年の歳月と3700名以上の開発スタッフ、そして450台もの試作車によって開発されたセルシオ、世界最高を目指したその優れた内容が評価され、1989年から1990年の日本カーオブザイヤーにも輝いた車なのです。タミヤから発売されたこちらのキット内容としては、エンジンが丸々再現、サスもしっかり再現されていることから、この車の魅力が十分にわかる内容となっています。透明なボンネットも付属していますので、ディスプレイ時にノーマルボンネットと切り替え、エンジンを眺めてみても楽しいかと思います。それでは早速作っていきましょう。まずはじめに筋彫りを行っていきます。使用しているツールはタミヤ製の筋彫り調光ブレードで、
0.15mm の刃を装着しています。リアルな完成度を追求するにあたり、ボディーパーツにしっかり筋を入れておかないと、塗装を重ねた時に溝が塗料で埋もれてしまい、リアルなシャープさに欠けてしまわないようにするため、この工程は非常に重要な工程となりますので、丁寧に彫っていきます。とは言っても、あまり深くしすぎるとシルエットを壊す原因になったり、パーツが貫通し割れてしまう場合もありますので、あくまでも軽いタッチで3から5回を目安に、ボンネットやドアなどの開閉パーツ部分は少し深めに意識し彫っていきます。次にボディ全体にあるバリア、パーティングラインを取り除いていきます。パーティングラインはだいたいどのキットでも、ボディを真上から見た際、縦一直線に入っている場合が多いので、実際に指で触り段差を確かめながら作業を進めていきます。作業手順としては、ペーパーヤスリに水をつけ、ボディ全体にあるパーティングラインを取り除いていきますが、取り除く際の注意点として、細かなプレスラインもありますので、そのラインまで削ってしまわないよう注意が必要です。このキットの場合、特にリアのトランク周辺、フロントデスとバンパーカブがくせ者でした。ウィンドウモール内側やフェンダー部分にもバリがありましたので、そちらも削りシャープに整え、次の工程に進みましょう。続いてボディの調整加工となります。このセルシオ、すでにかっこよすぎてあまりボディの加工をしたくないのですが、鍵穴くらいはやっておきましょうかという愛すべき我が子を傷つけたくないという気持ちになってしまっています。ですが、ここはぐっと我慢し、もっとかっこよくしてやるぐらいの気持ちを持ち取り掛かります。このキット、プロポーションが良すぎるので、筋彫りをはじめシャープにパキッとさせ、かっこいい部分はもっとかっこよくなるよう、塗装前にボディの調整は抜かりなくやっておきたいところです。ピンバイスに 0.6mm のドリル刃を装着し、鍵穴を再現するための穴を開けていきます。後々取り付ける鍵穴を再現するのに必要なパーツは、先端が丸くなった虫ピンとなります。先端が平らになった虫ピンも販売されていますので、お好みで使い分けていければいいと思います。次に塗装をする前の下地として、タミヤのグレーサフェーサーを拭いていきます。この下地処理は、深いツヤのある仕上がりを目的とするのであれば必須作業になります。パーティングラインを消すために、ボディ表面を削ったり、ヤスリの跡が残ってしまった場合は、必ずサフェーサーを拭いて本塗装の前に表面を滑らかにしておきましょう。いかに下地処理で滑らかな表面を作り上げるかが重要なことかと思いますし、下地の段階から表面を意識しておくと、後々鏡面仕上げの工程が時間を短縮できたりするなど、効率が上がります。個人的には、塗装全般で気をつけていることは、どの塗装工程でも塗料が乾き、指で触った感触がザラザラしている場合は、軽くペーパーヤスリを当て、ザラザラをなくし、平坦に近づけられるよう調整するようにしています。ボディカラーに関しては、今回はブラックとガンメタの2トンで、
悪くて渋い仕様に仕上げる予定です。今回はここまで。次回は内装完成までを収録する予定です。本日の制作は以上となります。今回使用した工具などは概要欄に貼っておきますので、参考になれば幸いです。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、高評価も合わせてよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。